お疲れ様です。お疲れ様です。まあ調子がいいか悪いかっていうと今日良くなかったと。とはいえね、8回3打ホームラン1本で抑えられるっていうことは、まあこれが佐々木朗希のポテンシャルの高さというかね、悪くてもこれぐらいのピッチングは最低限投げられるピッチャーなので、末恐れピッチャーだと、本当凄さっていうのは感じた今日の試合でしたね。あのもしかしたらね、ちょっと間空けるかもしれないですよね。ちょうど交流戦が終わって4日間も試合もないですし、でその空けた中で彼がどうコンディションを整えてで次に迎えるかだけども、まあ悪くてもこれぐらい投げられるピッチャーなので、良ければもっとさらにすごい佐々木朗希は見えるだろうし、やはりこう調子が悪い佐々木朗希ではなく本当の調子がいい佐々木朗希はね、パーフェクトをやった時のそういったピッチングは期待できると思いますので、僕も楽しみにしてます。出張マンスデーベースボールでした。ありがとうございました。どういたしまして。